皆さんこんにちは、ジョーです。今回は日本から36人目の世界チャンピオン川島浩史について紹介していこうと思います。私が過去一番好きになったボクサー、もともとボクシングが好きだった私は、川島の5度目の防衛戦セシリオ・エスピノ戦を見て衝撃を受けました。それはビデオテープを何十回も見直すほどでした。それ以降、ビデオや雑誌などにのめり込んだ私です。私自身、名古屋市のボクシングジムにも少し通い、東京の後楽園ホールにも何度も試合を見に行くようになりました。アンタッチャブル、触らせないと称された日本ボクシング史上屈指のテクニシャン、スリッピングアウェイと呼ばれる防御技術の第一人者。今回は、日本から36人目の世界チャンピオン川島浩史について紹介していこうと思います。川島は徳島県で生まれました。幼少期から5歳年上の兄とともに理髪店を経営する父から強制的にボクシングの英才教育を施されました。父親の夢は世界チャンピオンにさせること。川島は本来右利きですが、ボクシングではサウスポースタイルの方が有利との父の理論と、川島自身が具志堅用高に憧れていたということでサウスポースタイルを取りました。俗に言うコンバーテッドサウスポーです。地元徳島県の海南高校3年生の時にインターハイフライ級に出場、準決勝で前年度ライトフライ級優勝の鬼塚克也、決勝で戸口貴とそれぞれ下し見事に優勝、アマチュア時代に大きな注目を浴びます。数多くのオファーの中から高校卒業後の1988年東京の米倉ジムに入門します。プロデビュー当初は米倉健二会長の方針によりプロ向きのインファイトで KO の山を築いていきました。特にジムの先輩でもある世界挑戦中の大橋秀幸にファイトスタイルは似ていたのでした。1988年8月2日プロデビューを果たします。1ラウンド KO 勝利でした。ところが川島に試練が訪れます。1988年12月21日プロ4戦目東日本新人王決勝戦で、前の年アマチュアのインターハイ決勝で対決した戸口と対戦し6ラウンド KO 負け、さらに翌1989年7月には日本タイトル挑戦権獲得トーナメントの前身 A 級トーナメントの予選で川島光雄に1ラウンド衝撃的なワンパンチ KO 負けを喫してしまいます。打たれもろさを露呈した川島はそれを克服するために鉄壁の防御技術を研究していくのです。さらに1991年の1月29日アラン田中戦で1ラウンド左拳を骨折、その後治りかかったところでスパーリング中に再び骨折してしまい、結果として1年余り試合から遠ざかるようになってしまったのです。2度の KO 負けと骨折、そして1年余りのブランク。デビュー当時鬼塚克也、ピューマ戸口らとともに平成サンバガラスと呼ばれ注目されましたが、この2人に大きく遅れを取ってしまいます。しかし、この時期に防御を研究し始めた川島は、打たせずに打つボクシングスタイルを確立させ、日本プロボクシング史上屈指のディフェンスマスターへと変貌を遂げていくのです。そして1992年7月、日本タイトルに初挑戦。日本スーパーフライ級チャンピオン小池に挑み、ダウンを奪った末の10ラウンド判定勝ち。見事日本王座獲得に成功するとともに、川島はアンタッチャブルという自らのスタイルを確立させるのです。
その後、日本タイトルを3度の防衛に成功し、1993年12月に日本王座を返上、世界戦の準備に入ります。そしてついに1994年5月4日、プロ17戦目で世界初挑戦、WBC 世界スーパーフライ級チャンピオン、ホセ・ルイス・ブエノに挑戦。この試合はまさしく、インテリジェンスを競う頭脳派ボクサー同士の地楽戦となったのです。日本屈指のテクニシャン川島とチャンピオンホセ・ルイス・ブエノ、いわば両ボクサーのパンチによる対話によって試合のラウンドは進んでいくのでした。試合が始まると、オープニングラウンドが始まって間もなく、挑戦者の川島がチャンピオンホセ・ルイス・ブエノとの対話を試みていることが見て取れたのです。5年前に2度目にして最後の敗北の後、川島は9連勝 8KO、 2度のノックアウト負けに加え、同じく2度の左拳骨折というトラウマを持つ川島は、最大のアドバンテージであるスピード差を生かして対話に臨み、その中から暗示ではなく確信をつかみ取っていったのです。それからこの試合の興味は、ブエノと川島の対話もさることながら、ブエノをコントロールするメキシコの名将イグナシオ・ベリスタインが、テクニシャンの左利き川島に対し、いかなる対策を持って当たるかというところもあったのです。その指導のもと、カウンターパンチャーとしての技量に磨きをかけ、韓国のファイタームン・ソンギルを攻略、チャンピオンの座についたホセ・ルイス・ブエノでしたが、川島のスピードに試合のペースを握れないままラウンドを重ねていくことになってしまったのです。川島のパンチは伸びこそ少ないものでしたが、フェイントを交えて実に多彩なアングルからチャンピオンを襲っていったのです。左フックを頭上にかわして、ボディへ左ストレート、右ジャブをブエノの左上の内側から当て、今度は外側から右フックをボディ、顔面へダブル、さらにいきなりの左ストレートを顔面へ、右アッパーは顎へ、その合間にゆっくりした大きめのパンチを織り込んでメリハリをつけていきます。リング上の美徳を余すところなく散りばめたハイブロー、その対話もそろそろ終焉へと近づいていきました。試合は終盤の11ラウンド、残り17秒の時でした。ブエノの右をスリッピングで避けた川島が、カウンター気味放った左フックが顔面に入り、チャンピオンブエノはダウン。川島はこのダウンで立ってこられないと思ったと言っています。フィニッシュを逃してしまった川島ですが、対話は実質的にここで終了していました。最終12ラウンド、ブエノは途切れかけた対話を再開をしようとしますが、川島はそれを拒否するようにいなして、試合終了のゴングを迎えます。判定の結果は、勝者青コーナー、やはりやりました、川島世界チャンピオンです。世界初挑戦で見事念願の世界チャンピオンの座を手にしました。挫折を乗り越え、見事世界初挑戦で世界タイトルを獲得した川島。試合後、ベリスタインは、川島は決して予想以上ではなかったと語りました。把握していながら崩せなかったというこの発言は、川島がブエノのみならず、ベリスタインとの方法論上の戦いにも勝利したことを意味するものだったのです。1994年8月7日、川島の初防衛戦、有明コロシアムで、開閉式の屋根を開け、野外での試合となり、猛暑との戦いとなりました。初防衛戦の相手は、2度の世界挑戦経験を有する指名挑戦者、ベテランのカルロス・サラサールです。
サラサールはこの川島との戦いの後、IBF 世界ジュニアバンタム級と WBO 世界フライ級王座を獲得し、2階級制覇を果たすアルゼンチンの強豪でした。試合が始まると、序盤、さほどスピードはないものの、どっしり構え、遠い距離から重そうなパンチを振るうサラサール。川島は初防衛戦のプレッシャーからか、やや動きが固く、そして大振りが目立ちます。打ち合いでもお互いのディフェンスが良く、クリーンヒットがなく、ほぼ互角の展開が続いていきました。局面を打開したい川島は、以前のようなインファイトに活を見出し、ボディーブローで徐々にペースを引き寄せていきます。そして距離を詰めての打ち合いでも、細かい連打で川島優勢。そしてディフェンスでも、サラサールの遠くから伸びてくるパンチに、川島は紙一重で顔を背けてパンチをかわす、スリッピングアウェイが冴え渡り始めます。6ラウンドあたりから川島のボディーブローがついに効き始め、サラサールがスピードダウン、手数も減り、クリンチやホールドが増え、バランスが悪くなるサラサール。終盤は川島にもやや疲れが見え、スピードも落ちてしまいますが、最終12ラウンドは、両者気力を振り絞って力の入った打ち合い。そして試合終了のゴングとともに判定にもつれ込みます。判定の結果は3対0で川島。見事苦しい試合を制し、初防衛に成功しました。1995年1月18日、2度目の防衛戦。前王者ブエノとの再戦となったのです。試合が始まると、前回同様技術戦となりましたが、前回の試合以上に、やや川島有利で試合は進んでいきます。そして試合は7ラウンド。ややバッティング気味かと思われましたが、レフリーはダウンと判定します。川島はこれでポイント上でも有利になりました。ペースを握らせない川島は、そのまま試合を制し、試合は判定にもつれ込みますが、見事ブエノを判定に下し、返り討ちに成功、2度目の防衛に成功しました。同じ年の5月24日、3度目の防衛戦。横浜でイ・スンクと対戦します。前の年4月に、鬼塚克也からダウンを奪った、強打の挑戦者、イを相手に、川島はテクニックで翻弄していきます。試合は終始優位に試合を進めました。しかし10ラウンド、一瞬の隙を見せたところに、挑戦者の連打をまともに浴び、川島はまさかのダウン。ここでまさかの逆転 KO 負けと思われましたが、立ち上がった川島は逆に反撃をしていきます。最終12ラウンド、川島は連打で圧倒。そのまま12ラウンド終了のゴングを聞くことになりました。試合は判定にもつれ込みますが、判定の結果は文句なしで川島。3度目の防衛に成功します。同じ年の11月8日、4度目の防衛戦。両国国技館で、ボーイ・アルアンと対戦します。川島は、この4度目の防衛戦、やや格下を相手に、ここまで世界戦4戦が、いずれも判定勝利ということで、試合前から KO 防衛を宣言していました。試合が始まると、出だしこそ静かな立ち上がりでしたが、迎えた3ラウンド、チャンピオン川島が一気にペースアップしていきます。右のダブルでダメージを与え、ついにアルアンが棒立ちに。それを見た川島は一気に連打をまとめかけます。そしてそのまま連打で最初のダウンを奪うと、立ち上がった挑戦者に対し、川島は
すぐさま反撃を開始。2度目のダウンを奪ったところでレフリーがストップ。初の世界戦での KO 勝ちで4度目の王座防衛を果たします。そして冒頭で紹介した川島の5度目の防衛戦。相手ではセシリオ・エスピノでした。エスピノは強打のハンドパンチャー。KO 率7割以上を誇る相手だったのです。1ラウンド、川島は左ストレートをヒットさせます。無難な立ち上がりを見せました。そして試合は2ラウンド。川島はスリッピングアウェイが次々と炸裂。ディフェンスで会場を沸かせます。川島の動きは軽快で、エスピノ相手に川島は難なく試合を支配していったのです。3ラウンドも川島のディフェンスが冴え渡ります。そして右、それから左のカウンター。エスピノは前へ前へ出て川島にプレッシャーをかけてきますが、そこに川島のカウンターのパンチを次々とヒットさせてしまいます。3ラウンド川島はついに手を挙げ勝利を確信し始めます。試合は5ラウンド、川島の左右パンチが顔面にヒットするようになると、8ラウンドには川島は余裕のパフォーマンス、ここでぐらつかせることにも成功。川島は前に出ます。闘牛と呼ばれたエスピノが徐々に後退し始めてしまうのです。8ラウンド、川島は次々とテクニックを見せ、相手を翻弄。パンチが全く当たりません。焦るエスピノはついに空振りをするようになったのです。それに対し川島はコンビネーションをまとめていきます。そして10ラウンド、ここでついにエスピノがぐらついてしまいます。川島はチャンスとばかりにラッシュを仕掛けていきます。いいところがないエスピノ。川島の左ストレートのカウンターを次々と浴び、パンチを出しては川島のディフェンス、そしてブロック。ダメージを与えることができません。逆に川島は力強いパンチもヒットさせるようになります。エスピノは何度もカウンターのパンチを浴び、ロープに交代。川島は相手のカウンターを警戒しながら、余裕の表情で攻撃を仕掛けていくのです。ボディから顔面、そして左ストレートのカウンター。この10ラウンドはもう川島が勝ったようなラウンドという風になりました。10ラウンド、残り20秒を切ったところでも川島はラッシュを仕掛け、攻撃の手を緩めません。そして10ラウンド、残り5秒が切ったところ、川島が左で大きくぐらつかせると、ついにここで両手を上げ、勝利を確信するのです。試合は最終12ラウンド。ここでも川島は終盤ラッシュを仕掛け、KO 勝ちも狙いに行きます。まだまだ余裕の川島、サイドは連打をまとめたところでゴング。誰が見ても圧勝の試合内容という風になりました。判定の結果はもちろん川島。川島は見事、最強の挑戦者を相手に完璧な内容で5度目の防衛に成功したのです。1996年10月12日6度目の防衛戦、ドミンゴ・ソーサと対戦しました。前の試合が完璧な内容だっただけに、格下の挑戦者とはいえ、南米独特の伏兵が相手と独特の緊張感が試合前漂っていました。米倉会長も、俺も緊張するよというコメント。完璧な世界王者川島が伏兵にタイトルを奪われるのではないか。我々はそういう試合を何度も見てきたのです。しかし川島は試合が始まると、これまでの世界戦で一番落ち着いている表情でした。そして伏兵相手に様子を見ることなく、
1ラウンドからプレッシャーをかけていくのです。時折ストレートをまともに浴び、ヒヤッとする場面もありましたが、川島は動じることはありませんでした。後から考えると、この頃から川島の視力は低下していたのかもしれません。試合は2ラウンドに入ります。2ラウンド、川島はリング中央で右フックのショートカウンターを炸裂させ、挑戦者をぐらつかせます。それを見た川島は一気にロープ際に追い込んで連打をまとめます。連打に次ぐ連打、怒涛のラッシュ。挑戦者に反撃の機会を全く与えず、怒涛のラッシュのままロープに釘付けにします。すると挑戦者を救う形でレフリーが割って入り、ここでレフリーストップ。6度目の防衛を果たすとともに、川島は圧倒的強さを見せつける世界王者となっていったのです。しかし次の7度目の防衛戦、まさかの思いもよらない試合となってしまったのです。極度の視力低下が原因でした。1997年の2月20日、7度目の防衛戦。まさか川島が一方的に打ち込まれて敗れることになってしまったのです。ランキング1位の指名挑戦者、ジェリー・ペニャロサが相手でした。試合は序盤から珍しく挑戦者のパンチを受け続けてしまう川島。しかも試合序盤、テンプルに受けたパンチでダウンを喫してしまいます。このダウンはゴングごと判定されました。しかしながら終盤になると、またしても挑戦者に次々とパンチを浴びる川島。鉄壁の防具技術を誇る屈指のテクニシャン。スリッピングアウェイも通用せず、挑戦者に一方的に打ち込まれてしまいます。終盤、左ストレートのカウンターを浴び、腰を落とす川島。なんとかダウンは免れたものの、結局12ラウンド大差の判定負け。一方的に打ち込まれ、3年弱保持し続けてきた世界王座から陥落。これを機に川島は現役も引退することになりました。チャレンジャーのペリア青コーナー川島敗れました。 V7 ならず。この敗戦の後、川島は極度の視力低下を原因に現役を引退。歴代の日本人世界チャンピオンの中でもこの川島だけはどうも色合いが違うように思えてならないのです。もちろん我が強く負けず嫌いな部分もたくさんありましたが、それが表面には出てこない、あくまでも優秀なエリートといった表情。気をてらったはったりもなければ、必要以上に自分をアピールすることもない。発言はあくまでも優等生。そしてこの華麗なテクニックを駆使した試合ぶりは、不思議と血生臭を全く感じさせなかったのです。長い日本のボクシング史において間違いなくトップクラスの防御の達人であり、世界タイトルに挑戦するまで13勝のうち 12KO を記録した天才的なカウンターパンチャーでもあったのです。こんなスマートのテクニシャンがいたことを我々は誇りに思わなければならないのでしょうか。奈落の底から這い上がり世界をつかんだ驚異のスーパーテクニシャン。